はい、クミンです。お弁当作ります。約1名こっちの部屋でかけっこしてる。かけっこしてる。ももちゃん大丈夫？桃太郎さん、はい、お弁当作ります。今日はですね、なんとなんとなんとお買い物できてなくて、トマトと大根と、ここはちょっと除菌してあるのでね、深谷ネギ、はい、玉ねぎ、あと人参があったかな。そして鮭の西京焼き、ちょっとね、あの一個一個お魚の美味しいところがあって、お魚屋さんからこう仕入れた時に一個一個ちょっと冷凍にしといたんですね。これしかございません。でもこれだけあれば十分かな。でもメニューが困ったな。ネギ、お味噌汁、玉ねぎ、どうしよう。でもとりあえずあのお味噌汁の、あ、お味噌汁これで間に合うかな、お父さんとお母さん。いや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 、あ、間に合わなかったら作り直す。あららら、もうこんな時間、こんな時間もうパパ行っちゃうよ。今ね、ご飯もうちょっとで、あと4分で炊けるので、鮭焼いてお味噌汁かな、パパは。あ、そうそう、でお父さんとお母さん、あのパパが会社行くときに、あの自転車で30秒ぐらいのとこなので、あのお気に入ってくれてたんですけど、ちょっと時間をずらして、あのっていうのは、私がちょっとあの子供たちのパパに届けてもらって、その後ちょっとドアノブのところにね、一瞬その5分10分やるまでね、あのかけとくんだけど、子供たち連れてその後ねお散歩行ったんですよ。まだ撮ってないのと思って、でその日によってお父さんとお母さんの体調によって、そうなんですよ、ちょっと撮るのが遅くなったりとかするらしいので、時間ちょっとずらして私が持っていくことにしました。うん、なので、お魚は持っていく寸前に焼いてあげようかなという感じです。そうこれいただいたんだ、この深谷ネギのお味噌で、こんにゃくがあるから、田楽、なるほど、田楽にしよう。と鮭はとりあえずパパの分だけ焼こう。パパの分どれ、一番大きいやつ、一番大きいやつはお父さんか。パパ、あ、これ大きいじゃん、これでいいわ、ね、ちょっとこれは解凍しといて、パパのこれと田楽ね。あ、まずこれ先にお味噌汁、あ、全然計画性がないから、だからドタバタするんですよ。何も考えてないから。大根どうしよう、大根朝ね、エヘロシがたまに、そうなんですよ、何にも考えてないからね。あ、お弁当箱持ってきてないじゃん、まだ。とりあえずパパのだけで、あのお母さんたちのは余裕があるので、ちょっとメニュー考えよう。お味噌汁だけはね、やっぱ作っておきましょう。花がつお、花がつお、やっぱりちょっとあのお味噌汁違うのにする、お鍋、これこれこれ、お茶のパック、ちょっとこれじゃないのにする。お父さんたちのもとなのでか足りないね、お味噌汁。今日はお味噌汁と鮭、うん、そうしよう、お味噌汁と鮭。ももちゃんドタバタ終わったかな、ねんねしたか
かな。あ、なに？豚肉がある？うわ、ちょっとメニュー考えつかない今日。お鍋。お鍋、お鍋。お米炊けた。お味噌汁。何の味噌汁？何の味噌汁か決めてないよ。消えちゃうかな。並んでてもう本当さばいてない、もうこう本当昔ながらの魚屋さんっていうのを見つけて、これ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 見つけたんだ。このもずくが美味しそうで、これ何何、どうやって食べるの、召し上がり方、洗ってあるのでそのまま酢の物の味噌汁、あ、そのまま入れていいの、いいじゃん、これ作ろう。今日はもずく酢、生姜がちょっとだけ余っている、よし、余っているじゃないな、あのいてくれている余っている、余っている、深谷味噌でいただき物は嬉しいね、本当にありがたい、感謝でいただきましょう。大根どうするか、大根するか、このまま食べられる、もずく、どれ、おお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 、うん、うまこれ最高やね、このまま食べられる、そうだね、4人分だとやっぱ1袋かな、ちょうどね、ちょうど量がね、お醤油を入れるべき入れないべきか、お醤油入れないだろうか、こんにゃく取りますよ、こんにゃく取りますよ、大根どうするか、大根をどうしましょうかね、これもう最近のこんにゃくはあの湯がかなくていいって言うんですけど、ちょっと温めようかなって言って、ちょっと中途半端なお人になったぞ、よいしょ、三角、三角じゃない方がよかったかな、オッケーオッケー、おいしければ OK、 おいしければ、お
です。どうしようこれは。もずく酢をよく買ってくるんですよ。そう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 。それでいいや。どたばた。あたふたどたばた。もうちょっとしたら。もうちょっとしたら。マヨネーズあったかな。もう調味料をまず用意しとかないと間に合わないですねこれね。なるほどね。あ、お弁当箱もうとりあえずパパのだけなんとか持たせよう。なんとかパパのだけ持たせよう。おはようございます。うん、置いといて。おはようございます。おはようございます。どうもです。どうもです。はい、トラヤうるさいそうです。すいません、クーミン家の日常でございます。今日結構いなくなります。取りに行くものがあって、で私がちょっとね、今日から止まっていないもんですからね、ある食材は使ってしまおうということで買い物してなくって、昨日ちょこっとね何があるのかなって見たんですけど、メニューを考えずに寝てしまいました。ちょっとしようんでて、鮭の西京焼き、お味噌がたっぷり染み込んでいる感じの、まずパパの分焼いてます。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。大丈夫って言うんで、あ、昨日わかめだったけど今日もわかめも大丈夫、お父さんたち食べてないからですね。よいしょ、わかめわかめわかめと玉ねぎだ。わかめと玉ねぎと卵使っちゃった方がいい。これ温泉卵、これが、あ、使っちゃった方がいい。あ、でもこれ私がいる時パパだったんで、きっとってことは、お父さんたちあんまりあの卵食べないので、パパに入れたいよ、お味噌汁。あれ、あれ、これしか入ってない？入れちゃい。終わり。玉ねぎ、どっかやねぎ、あ、決まりました。はい決まりました。お寿司の具が、はい、お寿司の具
が決まりました。そして大根を、大根を、黒酢ね、黒酢と缶詰を持ってこよう。缶詰を昨日ね、ちょっと何にもなくなった調味料を買い足してしまい込んでしまうところに、収めるべきところにやっと2日ぶりに収めたので、入れ場所は分かっている、アリバイは分かっているのだ、入れ場所は分かっている。お前もしませんで済みますねー。お、鮭が焼けてきた。これね、私ちょうど40センチ、あ、ここ姿勢を正せばいいのか、こうやって40センチが見えるレンズが白内障の時にね入れたので失礼いたしました。昨日ね、ちょっと廊下を掃除していたら、玄関の近くの部屋2つしかないんですけどね、それもううちは終わりなんですけど、そこに私のちょっと私だけが感じるアレルギー物質が溜まってましてそれで気管支がちょっと玄関開けて、窓開けて、もう全部開けて、この寒い中もう玄関ガバーッと開けて、結構あったね、これね。言ったかな、試験1個落ちたってで初めて合格ラインが70点ってことが分かったんですけど、初めて1個資格が落ちた。まあでもね、それはね、もう最初から多分やる気がなくて、ああこれ無理無理無理って思ったのが、多分じっくりね、時間かけてね取り組めばできないことはないんですけど、多分自分がね乗り気じゃなかったんだと思う、多分やっぱりね、教科書によってね、こう入ってくるのと入ってこないのもあるんですよね。言い訳。やっぱりね、相性はありますね、相性は。相性があります。これすごいぞ。すごいよな。
大阪で行けた。これいくらなんでも、これだと鮭と、お、いい感じ。鮭と、わかめと、玉ねぎの味噌汁と、もずくと、田楽こんにゃくと、トマトです。はい。なので、アップ取らないで、こんな感じ。こんな感じです。鮭焼けました。すいません、今日はアップ取らないでも時間があるなので突っ走ります、突っ走ります。合わせ味噌にしよう。お味噌いろいろです。黒酢と缶詰を持ってきますわお弁当箱とね、お弁当箱とこれはね、掃除で使いますのでね、いっぱいね。よし、ちょっと足でやった、足でやったな、足でやったトマト、トマト、パパの分を。パパもお父さんも食べ物似てるよね、トマト好きっていうね。探してきます。クロスの缶詰。缶詰を、あ、動かした、ごめん
の瓶じゃなくて最近こういうのをね選ぶようになってきました。この黒酢初めて、いつもと違う黒酢だから味見してどんな感じ。あ、コクがあって美味しい。え、何これ、コクがあってなんか味がついてる、なんかもずく酢にぴったりな感じなんだけど、黒酢入れて、でシーチキン、あの沖縄でね、お父さん沖縄出身で結構ねシーチキンでいろんなもの炒めてたんですよ。それ以来ねすごいシーチキン私も使うようになりました。マヨネーズあったかな、あだ、ちょっとだけあった。マヨネーズと胡椒と、あ、これ入れたらどうかしら、これこれ、ソルトと胡椒とマヨネーズ、そしてあとね、何取るんだっけ、あ、粒マスタードもそういえば買った。粒マスタード、コーンがありましたよ。あれ、手袋はめてると、こういうのが苦手になってきた。あとこうねじるやつが、いや大丈夫ですか、開けてくれんの、はい、ありがとう、大丈夫、開けた、聞いてんの人の話。聞き漏れてきます。聞こえてきます。でもさ、声小さくなったでしょ。前よりね。ね、あのお料理するときはね、静かにしようかなと思って。う、うん、あ、これダメだわ。開けて。はい。はい、ね。開けてる間にちょっと私お弁当箱持ってくる。なんかもう動画終わっちゃったのかなと思いながら、ありがとうね。あのリビングのテーブルの上に、リビングに行った、ありがとう。もうなんか動画終わっちゃったのかなって皆さんに思われちゃうね、すいません。よし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 、ももちゃんごめんね。このね、コーンのお汁も美味しいからな。でもなのでここにちょっとまぶそうね、コーンのやつと、それで、ああ両方ともザルだった、ちょっとやってしまった、両方ともザル
両方とも猿だった。ほら。なんちゅうことを。はあ、やってもうた。2枚猿だった。そしてシーチキン、豆乳、マヨネーズがもうこれしかない、多分。塩が効いてるから多分大丈夫だと思う。およし、何がよしなんだか。そして野菜がないって言いながら大根サラダ作れたわ。ありがたや。そしてこの入れすぎた。しょっぱくないかな、お父さんたち。胡椒入れて、粒マスタード入ったから美味しいと思う。それでほんのちょっと美味しいお酢をちょっと入れて、もうこれね作ったことがないのでなんとなく感覚ですね。よし、どうだろう。めっちゃうまっ。こんな感じサラダができました。でもずく酢は、あ、生姜刻んだろうか。生姜がほんのちょっとだけあるので、お父さんたちはね、熱々をね届けてあげたいから、ちょっと時間ずらします。入れても美味しいかも。なんかすごいまろやかで全然つんとこないの、これ。なんか出汁が入ってそうな。もしかして後で見てみよう。出汁が入ってるかもしれない。そしてお味噌汁の色はどうかな。おー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 おパパの分。
そっと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 毒消してそっと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 深やみで深やみで後ろ今度は使用中です。そうですそうです、使用してます。生姜が入って めっちゃうま。ちょっと私も、うん、どうしようかな。どうしよう。なんかお酢が、でもお父さんたちのちょうどいいな、これ。私が後で足せばいいね。はい、出来上がり。それでは持ってまいりましょう。この味噌の味を見ていない、どんな出会いがあるのだろう、どんな出会いがあるのでしょうか。失礼します。深谷ネギが入っている味噌、あ、うまっ。あ、ちょっと甘めなんだ。甘め、うん、おいしいおいしいおいしい。あ、ちょっとピリッとくる。お、くる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 、ピリッと。なるほど。ちょっと子供たちがいないから大丈夫かな、下。それでは、それでは襲っていきます。お、ご飯いい感じで炊けている。様に、ね、仏壇があるわけじゃないんですけど、両親の写真のところとね、みんなで食べてくださいね。炊きたてを朝のでご飯、まずはご飯、まずはご飯。ハリー、ハリー、100円ショップでね、ちょっと買い足しました。田楽とちょっと漬物。Okay, no, no.
ちょっと入れましょうかね。そして鮭、鮭、鮭。もう手元何にも見えないのに、なんか皆様すいません、なんかあのお構いもなくても手元も見えなくみたいな、 どういうことでしょう、こういうことですかね、やばいですね。あ、鮭鮭、うわこれは立派な鮭だ、うわうわ、せめてはみ出した、うわ乗っかった、鮭が乗っかったぞ。そしてこれにこんにゃく、あ、これね、私ねこのお味噌に、なおかつこの細かいネギを、深谷ネギを、深谷ネギダブルパンチやってみとうございます。そしてこれのこんにゃく、あ、ついちゃったご飯が、こんにゃくにこのお味噌をのせて、辛味噌を、こんにゃくのせて、そしてサラダ、サラダ、サラダをよいしょ、どこしょ、この大根サラダすごい美味しかった意外や意外、これ小さいタッパーをちょっと見つけとかなきゃダメだな。大根サラダ、こうも入ったかな、が入って、トマトが入って、いい感じ、いい感じ。はい、大根の美味しいトマトサラダができました。そしてですね、これにもずく、もずく。ちょっと小さい容器がないので、ごめんなさいだな、これ。でも美味しいから。もずく、こんなもんか、1回分こんなもんだろう。そしてあ、ココちゃんそこ開けたいよね。もずく漬物、あ、はい開けるね、はいどうぞどうぞ、開いたよココちゃん、ココちゃん開いたよ。きゅうりと赤かぶ、赤かぶと、そしてきゅうり、きゅうり、お、すごいちょっと豪華になったかも。そしてお味噌汁、卵入りのお味噌汁、卵どこだ、卵、あ、いた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 、あ、いい感じで半熟、
味噌汁完成。あ、こっちにネギがある。鰹節のごまをかけて出来上がり。鮭とこんにゃく、ネギ味噌こんにゃくと漬物と酢の物とサラダと卵の入ったお味噌汁です。今日は以上です。それでは袋に入れます。ちゃん、来たの？来た？うん。あ、ごめんね、カメラの上に乗っかってる。ありがとう。すいませんね、ココナが乗るんですよ。こっち来たくてね。そして、もずくとサラダを入れて、こんにゃくもう一個入れてあげたかったな。でもそんなに食べられないね。帰ってきてからよいしょ。ちょっと散らかしたまんまいきます。いつものごとくすみませんね。すみません。お味噌汁消した。卵入った。じゃあまた行ってきます。玄関、私の方がちょっと早かった。よかったね。うん、できたよ。はい、美味しいよ。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。西京焼き、これさっき美味しいと思うわ。うん。で、もずくと大根サラダはちょっと冷たい感じです。ありがとうございます。いってらっしゃい。あ、まだズボン履いてないの？履きました。あ、それズボンなの？ズボンです。捨ててこじゃないの？捨ててこじゃない。上は？それ、下着でしょ？これはそうです。そうでしょ、びっくりした。それの上に切るの？そうです。早く行かないと。昨日さ、何母ちゃんとさ、うん、ほら深谷ネギの話してた。うんうん、電話でね、うんうんうん、そしたらさ、うん、そういえば僕は、うん、そういえばね、うん、深谷で生まれたんだよねって話したら、うん、母ちゃんがさ、うん、へえ、そうなのって言うえ、違うのって言ったら、うんうん、なんか別のこと考えてたみたいで。ああ、そう、話聞いてなかったっていう。話聞いてなかった。お母さんよくあるあるだ。お母さんあるある。うん、早く。でも深谷だったの？パパ生まれたの。深谷です。深谷？間違いない。大丈夫か？これお父さんたちのやつもちょっとネギを新鮮な、せっかくのね、お母さんの地元のネギをふんだんに入れて、でこれをお母さんたちのやつは、あ、大丈夫か、これで入れて味噌を、いってらっしゃい。携帯持った？ありがとうね。ゴミありがとう。ゴミありがとうね。はい、初めてのパターン、リーマンパパ行きました。初めてパターンですね。もうこれだけで欲しいんですけど、もうせっかく深谷ネギをたくさんいただいたので、これに混ぜてネリネリして、これでこのお味噌美味しい。あのね、葉唐辛子が入ってるような気がする。あ、ちょっ
ょっと裏見てみましょうね。あんまり辛すぎてもお父さんたちあれなので、あれってなんじゃ。これにこれをパラパラとまぶして、もうとにかくあのいただき物で初めての料理が多いです。本当に皆さんありがとうございます。知人の皆様、これ多いって言われるかな、小さいの、美味しいものをたくさんいただきまして、ちょっと小さいの入れとこう、ね、なんかあんまり量がね食べられないから少しにしてねって言ってくれたのでね、負担にならないように。これあのあれですね、お昆布のお出汁でねちょっとあのこんにゃくやってもよかったですね。そのうち手の込んだことをして差し上げましょう。お正月ね、お正月はねうちにねいるからね。おいしそうでしょこれ、こんにゃく味噌、田楽味噌、これで一品。そしてあ、ちょっとこれ私田楽味噌食べてみたい。あのねお父さんたちのとこ持っていくのまだちょっと時間あって、また私味見用のやつまた流しに入れたって、あの癖だよねこれ。わこれで、リーマンパパほんと静かに来るの、私なんかドタンパタンドタンパタン出かけたって分かるんだけど、パパはね分からん。いつ行ったか分からない。でもねちゃんと鍵閉めてってくれるから、私がこっちにいるときは。よいしょ、ちょっとこれ後でほぼ私が食べる。ちょうど今頃になっていい感じでしっくりきた。ちょっとこれで、深谷のネギと深谷の味噌、秩父味噌だって、秩父味噌。使用しているネギの 51% が深谷ネギです。香ばしく焼き、あ焼いたんだ、へえ。秩父の田原、違う田原じゃないわ、心山に、あ読めなかった、で、育まれた。ここちゃん大丈夫ですか、今お散歩中です。はい、秩父味噌を合わせました。あとはおーね、あ、もろ味噌、乾燥ネギ、砂糖、味噌、ここちゃん、ここちゃん、カメラのとこ、おお、はい、やっぱり青唐辛子入ってた、青唐辛子、なるほど、大豆、ごま、あ、ごまね、ごま混ぜても美味しいね。ちょっといただきます、試食です。ちょっとネギ味噌が乗らないんだけど、いただきます。落ちた、めちゃうま、めちゃうま。これこんにゃくもうちょっと小さくてもよかった、でも柔らかいから、このネギ味噌美味しいわ。
甘いのと辛いのはしょっぱいんじゃなくて唐辛子のちょっと辛さが入っている。これは美味しいわ。うんうんうん、でですね、やっぱりね、パパの味付けとお父さんたちの味付けをちょっと変えられるときは変えてあげたいなと思って、パパ濃いからね、パンチが効くものをパパに作ってるので、大根、シーチキンお父さん好きだから勝手に決めつけてるかな。ちょっといただきます。この大雑把な切り方いただきます。これね、オニオンとかニンニクの入ったソルトと、最初に少し塩を振っといて、あとマヨネーズとシーチキンと、あ、粒マスタードが入ってたから美味しいのか。いただきます。マヨネーズは割合的には少ないんですけど、塩が効いてるのはちょうどいい。うん、これにお父さんたちちょっと蜂蜜垂らしてあげたら美味しいんじゃないかな。ちょっと、あ、これもらったから。このもずくめちゃめちゃ美味しい。なんかこう、なんだろう、あ、これちょっとお父さんたち切ってあげた方がいいかな。一瞬生姜入れました。あ、きゅうり1本あったかな。うん、美味しいお酢と千鳥酢とこの簡単黒酢、あのいつももっと濃い黒酢買うんですけど、なんかすっごい、あのこういうただかけるだけのまろやかな感じです。あの炒め物とかなんとかって、私すっごい黒い黒酢を、あの亀で熟成しましたみたいな黒酢好きなんですけど、これ美味しい。食塩、醤油、黒酢、あ、ぶどう糖がちょっと入って、あ、やっぱりね、このまま、あ、ちょっと書いてある、ピクルスとか黒酢炒め、黒酢照り焼き、あ、照り焼き、あ、ちょっとね、濃いめの、私だったら濃いめのやつとこれとブレンドしたいですね。でもこれはあの酢の物にこのまんま最高ですね。いや、これ美味しいわ。これもうちょっと入れといてあげよう。うん、ツーンと来ない感じのいい感じで、あ、お弁当箱、ちょっとお弁当箱って持ってきたんだよね、私ね。あ、蓋だけ持ってきたの今。あ、使っちゃったってこと？やだわ、もうこれね、今キッチン改造しようとしてるんですよ、キッチンを。キッチンで何でも置けるようにね。なんかちょっと棚を作ろうかな。棚を作ったらね、なんかいろいろ置けるんじゃないかなって。あ、またママの靴下、ももがなんか遊んだ跡があるよ。で、これで、あ、そっかそっか、ちょっと私が使っちゃったから、もう、もずく楽しんでいただくためにちょっとあえてきゅうりを入れないようにします。
父さん好きだから、あ、これちょっと切ってあげよう。食べやすいかな。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。ちょうどいい感じですね。沖縄のモスクって書いといてあげよう。こういう酢の物はね、あのいろんなものをね少なくっていうふうに言ってくださるんだけど、こういうものはねちょっと多くて取っといて出して食べてもらえるみたいなので、これちょっと私食べる。もずく、よし。これで田楽ともずくと、あとはねお魚を直前に焼いてあげて、田楽とでサラダ、これをね3つをね冷蔵庫入れておけばね。お父さんの分、お母さんの分、ちょっとコーンとこれはやっぱり後で入れた方がいいね。そうそう、あのね東京駅の地下駐車場行くと、一番奥の方の端に脇のところに業務用のエレベーターがあって、それは結構みんな使っていいみたいなんですけど、大きいなんかもう本当に荷物運ぶっていう感じの、あの東京駅のあのお店の方たちの業者さんがこうガガガって、でも大きい人も、うん、でも業務用にしてはまあそんな大きくないか、うん、でそこに乗っていいんですけど、乗って上がったところの左からラーメン屋さんがあるんですよ。そのラーメン屋さんにコーンラーメンを頼むと、このねレンゲのところに、大きいレンゲに穴が開いてるやつをつけてくれてて、それで最後にコーンをすくって食べるという、皆さん私だけかな知らなかったの、そういうのがあるって。あ、これが美味しいんだよね。パパにこれ入れてあげなかった。これね、あのわざわざこれでなんかやってる理由は、このタレをね調節するためにやっております。はい、そしてトマトをちょっとパパのと違ってきれいに入れてあげようね。トマトを、あ、もうちょっと薄く切ったければよかったかな。もう一個入りそうだな。もう一個できました。これで3品。ちょっとね、私明日いないもんで、明日はお弁当作れないので、ちょっとおかずを少し多めに作っていく。であと冷蔵庫でもう時間が経っちゃうよっていうものは作っちゃって、作り置きで持っていこう。はい、この3つと鮭を焼いて、お味噌汁と
炊きたてのご飯を持ってきます。リーマンパパのお父さんとお母さんとかね、ちょっとこれ食べちゃう、おいしい、もずく、うん、うーん、おいしい。はい、ということで今日はですね、あの鮭の西京焼きとですね、今日はちょっとアップ取ってないんですけど、もうお味噌汁は合わせ味噌しました。でお味噌はもうあのうちはそこに買いに行ってずらっと並んでる中のパッと目に入ったものを、定番は2種類あるんですけど、それ以外にちょっと冒険でいろいろ買ってますんで、塩分濃度が違うのでその料理に合わせて、なんか合わせるなんか生意気なこと言ってますけど、はい、お味噌は今日これにしようかなみたいにやってます。で玉ねぎとパパは卵入れました。で卵があと1個なので、これは私が食べますお父さんとお母さんね、ちょっと卵控えたりみたいなんですよ、うん、でね、だんだん好みが分かってきて、お父さんとお母さんの、そう、あのいろいろね、リンマパパが聞いてくれる。そしてこの沖縄のこのもずくが最高でした。これにあの生姜を刻んで、美味しいお酢とチドリスとあのミツカン簡単コク黒酢を混ぜました。でこれは、大根刻んで、あの大根刻んで塩を振っといて、もうちょっとね綺麗に細く切った方がいいかもしれない。バラバラでも、このバラバラが脳への刺激でいいかもしれないであのコーンの缶詰の汁ごとかけて、汁のあのお出汁をちょっとやあの染み込ませて、あとはね、あの味付けはマヨネーズとこれですね、いつも使った私これすごい気に入っちゃって、ガーリックオニオン、これとあのいつもうちはブラックペッパーなんですけど胡椒入れてみました。マヨネーズと胡椒って合うと思うので。そして粒マスタード、粒マスタードもね使い切れないので、これ小さいの見つけたので買ってみました。なんかのねインスタでね、なんかの料理に粒マスタードが必ず入っていて、あ結構粒マスタードって美味しくなるんだなと思って。でお父さんの好きなシーチキンでございますね。はい、ということでそんな感じですかね。であのこの、はい、あの知人にいただいたこの深谷ネギのお味噌、これねめっちゃちょっとね甘い感じもするんですけれど、葉唐辛子がピリッと後できますので、私はもうあのちょっと深谷ネギをねそろそろ使い切りたいので、この後何かね、本当はね今日ねエビチリしようかなと思ったんです。エビの大きいやつを冷凍で、お安いスーパーでね、そのすごいエビがお安く売ってるんですよ、冷凍なんですけど、バラバラにしてあって、でね生姜がね結構あったんですよ。で今ねもうさっき使ったのとこれしかなくなっちゃって、でこの深谷ネギとこれでエビチリをしようと思って、これ実は今日は中華にしようかと思ってたんですよそしたら生姜は使っちゃうわ、昨日の夜パパが中華食べたいって言うんで、久々にウーバーで中華を取りまして、パパの好きな中華屋さんがあるんです。多分もう本当にあのそのチェーン店とかじゃなくて個人でやってる小さいあの中華屋さんのような感じの懐かしい味のする中華屋さん でお値段もすごくね安くて、でなんかねなんか一品取ると、ね480円の大きい餃子が4切れ入ったやつがおまけでついてくるんですよ。昨日は半チャーハンを取ったので、パパが麻婆、この麻婆と必ず取るのが野菜炒めが大好きで、私があまり野菜炒め作らないから、でパパは野菜炒めを焼いて醤油で味をつけるだけはねいつもやるみたいな、醤油だけはやるみたいな、でその野菜炒めだけは作るみたいなんですけど、必ず野菜炒めと麻婆豆腐と、で私はあの半ちゃん、チャーハン、半チャーハンを取ったので、あの餃子がついてきた。私はだからその半チャーハンと餃子で私はもう十分になったので、そうなんですよ。はい、ということで昨日は中華になっちゃったので、本当は麻婆豆腐と、あお豆腐がある、あでもこれちょっと私が帰ってくるまで持つから大丈夫、お豆腐とあのエビがあったので、これは中華だなと思ったんですけど、
昨日そうそうそう、お母さんがから珍しくこう電話かかってきて、なんかあのうちのリーマンパパに質問があったらしくって、その時に私が聞いて聞いて、ああしてこうしてって言ったら、あの今日お菓子が欲しいって言ってくれたのと、あとはお母さんが鮭が好きで、あ鮭のね西京焼きがあるんですけど、いいねって言ってくれてで昨日あんじゃ急遽和食ってことになりました。さてさてお野菜がないぞと思いましたけど、トマトとお大根とこの深谷ネギでなんとかなりましたでございますねということで、はい、もう1時間以上また回しております。もうあっち取りに行ったりこっちに取りに行って、でここにねちょっと棚を、こういうのもリメイクシートとか、ここにこっちの棚、私が自分がね板買ってきてただこう組み立てただけなんですけど、一応ダークできるわけじゃないんですけどね。だからここにちょっとね棚を作って、おしゃれなこのちょっとあのカーテンをこういう感じでやって、お鍋と、お釜と最低限の調味料ちょっとここにね入れとこうかなと思って、そのあでもねここまで結構今詰まってるんですよ。ここもこれには整理しなきゃいけないなっていうから、うわ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 、でここはあの保存のものが入っていて、ここは使いかけのものが入っていて、今ここはねあの塩とコンソメスープと、もうこれしか入っていない感じです。あと全部冷蔵庫なので。でね、あ、そう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 。蜂蜜をいただいたんだ。でね、今ね、蜂蜜をね、そう、ちょっと一つはね、もう食べちゃったんですけど、いろんな、ほら、アカシアとか、あの、マヌカとかいろいろあるじゃないですか。でも、これは国産だと思うので、あの、大根サラダにこれ入れてあげようかなと思ったんですけど、ちょっとネギ味噌が甘めなので、ちょっとこれはやめました。甘い甘いじゃなくて、甘いさっぱり、お酢のもの、ちょっとパンチがあるみたいな感じでね、コントラスト一応私なりに考えてみましたということで、まあ、こっち側にねあの皆さんお待たせしながら、あ取りに行かなきゃこれ行かなきゃって言わないように、であのほぼここにある今ここの下にあるお鍋を使ってない状態で、もう今ここにあるものだけでやってる状況ですよね。なのでここの中を少し整理して使うものをここに入れて、はあ、やることいっぱいだねっていうか、やることいっぱいじゃなくてやりたいことがいっぱいあるんだ。そうそう、やりたいことがいっぱい、そうですね、これですね。うん、ちょっとまだまだねあの改良して生活しやすいようにでね、だいぶねでもね整理する、ここももう本当に最低限のものしかだけどね、こういうものが捨てられないの、いつか使うんじゃないかって、こういうのもしかしたらあのおしゃれなお弁当を作る日がまた、わっぱがあるんですけど、わっぱのそういうお弁当を作ってあげられるんじゃないかっていう、ないかなないかな。あそうそうそう、あとねこれ気に入ってますね、小さくて大きいのもあるんですけど、ほんのちょっとだけやるのに水切り、これ気に入ってますね。でね、あのどこで買うんですかって、ほぼアマゾンです。アマゾンですね。でね、キッチンどうやって検索するのかっていうと、名前も全く分かんないでね使ってますね。アマゾンでキッチン用品ピンクねえ、ちょっとピンク卒業しようかな。ピンク、あのこれもね可愛いの、ピンク、もう本当に私物持ちがいいのでずっと使うので、はい、ということで今日はこんな感じでございます。皆様本日もクミチャンネルご覧いただきましてありがとうございました。皆様もハピラキです。それではありがとうございます。